山並圭介と沖田総司、熱き男の友情物語。新選組を脱走し捕獲された山並圭介の最後は、大気を破ったことによる切腹でした。この切腹の際に解釈を行ったのが沖田総司、山並自身たっての希望により沖田が務めました。実はこの二人、まるで兄弟のような仲の良さであったと言われています。山並はなぜ新選組を脱走したのでしょうか。そして兄と慕った山並の解釈を沖田はどのような思いで引き受けたのでしょうか。ここでは二人の仲と別れについて触れていきます。山並と沖田の出会い。山並が市営館の人々と行動を共にするようになったのは、近藤勇との他流試合がきっかけです。近藤との勝負は山並の敗北に終わりましたが、剣の腕はもちろんのこと、近藤の人柄に惹かれ、山並は市営館に身を置くようになりました。ここで山並と沖田は出会うことになります。二人の生まれ年には諸説ありますが、山並は沖田より6歳ほど年長だったと考えられます。年下とはいえ、市営館で沖田は先輩、穏やかに礼儀正しく挨拶する山並。嫌だな、堅苦しいのはなしで行きましょうよとニコニコと応じる沖田。山並の目には当初、陽気で朗らかな人物と映ったことでしょう。しかし沖田と初めて道場で対峙した山並に緊張が走ります。いつもの陽気な雰囲気は鳴りを潜め、厳しく戦う気に満ちた沖田がそこに立っていたからです。近藤に敗れたとはいえ、小野派一刀流の免許皆伝、千葉周作の門人として北進一刀流を学んだ山並ですから、少なくとも遅れを取ることはないと思っていたのではないでしょうか。手合わせの結果は残念ながら山並の負け。後に新選組最強の一人と評された沖田の腕前には及ばなかったのです。後年、長倉新八は、土方歳三、井上源三郎、藤堂平助、山並圭介などが市内をもっては子供扱いされたと沖田の腕前を語っています。幾度手合わせてもボコボコにされ、沖田君は強いなぁと口にする山並。にっこりと笑い、普段の雰囲気をまといつつも、県においては厳しい沖田のことですから、一言二言あったかもしれません。こと剣術に関しては、山並の上を行く沖田でしたが、普段は山並を兄のように慕っていたと言われています。幼少の頃から知っていた近藤や土方、井上とは違った魅力を山並に感じていたのではないでしょうか。尊王攘夷思想は持っていたものの、武人にして文ありと評された山並の幅広い知識やバランス感覚に新鮮さを覚えたのでしょう。新選組の国評で知られた西本願寺の西村兼文も、少しは物事の筋道がわかる人物と山並を公表しています。穏やかな人当たり、温厚な性格から、大使だけでなく、身部界隈でも親切者と評判であった山並。この人柄も、沖田にとっては、近藤や土方とは異なるものであったのでしょう。もちろん、近藤や土方は、沖田にとって特別な存在であったことに間違いはありません。ただ、近藤は一角の人物なれど、強胆さの強い性格。土方に至っては、切れ者ですが、元バラガキです。ナイーブな相談をする相手としては、少々気が引けるのではないでしょうか。豚書界隈の子供たちとよく遊んでいた沖田に、山並も子供好きで、会うと何かと声をかけていたといいます。声をかけてきた山並に遊ぶ手を止め、実は、と相談を持ちかける沖田。照れながらも語り続ける沖田を優しい眼差しで見つめ、真摯に答える山並。そのようなシーンが目に浮かぶようです。
そんな二人の友情にある陰りが忍び寄ります。山並の葛藤と脱走。会津藩預かりとなった三浦氏組で、山並は近藤派として副長に就任。文久3年10月、将軍徳川家茂の警護のため、山並は大阪に滞在していました。ここで起きたのが、不逞浪士数名による呉服商岩城益弥への押し入り事件です。山並は土方と共に岩城益弥へ向かい、不逞浪士を撃退します。この戦いはとても激しく、山並の刀は途中から折れてしまったほどです。一説には、この岩城益弥事件で山並は左腕を負傷したと言われています。8月18日の政変の際には、御所警護に山並は出動したり、京都に潜伏する長州系老士を土方らと切ったりと活躍。近藤派による新選組再編では、近藤、土方に次ぐ総長という地位についています。総長として近藤や土方と共に新選組をまとめ上げていくはずの山並ですが、この辺りから雲行きが怪しくなってきました。新選組一番隊組長として沖田が活躍する中、山並の表立った活動記録が見られないのです。新選組の一大トピックである池田屋事件にも山並の名はありません。長倉の段によると、病が原因で屯所にいたとのこと。先に触れた岩城益弥事件における負傷が悪化し、思うように戦うことができない体になっていたのでしょうか。戦うことができない山並を当然沖田も気にかけていたはずですが、日々の任務に追われ十分な時間を作ることは難しかったでしょう。総長よりも上席となる伊藤貸太郎の新選組入隊、屯所移転問題における近藤や土方との意見の相違など、山並のフラストレーションはたまる一方です。源氏2年2月、江戸へ行くと置き手紙を残して山並は姿を消しました。自分の意見を取り合わない近藤や土方への反発が脱走理由として挙げられますが、実際のところ脱走に関しては様々な説があります。そもそも山並は脱走などしていなかったという説や、病で戦えない自分を悔やんで自害したなどの説があります。もう一つが、新選組の結束をより深めるために、あえて身を引いたという説です。大きな組織になるほど、規律の緩みは生じるもの。また、伊藤の参入により、近藤や土方の求心力にも陰りが見えてきます。総長たる自分が脱走し、罰を受けることで、組織としての厳しさを知り、近藤による指揮系統を再認識させようとしたのではないでしょうか。戦えない自分が新選組にできること、山並らしい行動と言えるかもしれません。私は卑しくも総長の職にあるのに、その意思が隊に反映されないのは、土方歳三らのためだ、と置き手紙に記したのは、脱走の理由にするため。脱走は切腹につながる、この法度を承知の上で姿をくらましたのではないでしょうか。山並圭介最後の思い。脱走した山並の捕縛を命じられたのは沖田ただ一人でした。追跡や捕縛に向かうのは通常数人から十数人ですから、これは異例の対応と言っても良いでしょう。もしかすると近藤や土方は山並の真意を聞かされていたのではないでしょうか。山並を慕っていた沖田一人であれば、山並を見つけてもいきなり戦闘態勢にはならないでしょう。まずは話し合い捕縛する流れになるはずです。追跡を始めた沖田は大気を破ったとはいえ、兄と慕った山並には見つからないでほしいと思っていたはずです。
願いを込めて、山並さん、出てきちゃダメですよ、と声に出していたかもしれません。しかし、あっさりと山並は見つかり、簡単に捕獲されてしまいました。山並としては計画通り、沖田にとっては、なんで簡単に見つかるのだろうと、いぶかしみ悔やんだことでしょう。捕獲された山並は、屯所に連れ戻されます。伊藤や長倉は、山並という人物を惜しみ、逃げるように進めましたが、覚悟を決めた山並は、死を受け入れることを選択します。解釈人として山並は、沖田を希望し、沖田はこれを了承しました。この時点で沖田は、山並の新選組に対する思いを知っていたのでしょう。慕った兄の希望に報いるため、また一人の侍に対する敬意として解釈を引き受けたのです。元治2年2月23日の夕刻、これまでの感謝を伝え、山並は腹を切りました。享年33歳。あとは任せたよ、沖田君。ご心配なく、任せてください、山並さん。切腹の際に、無言のやりとりが二人にあったのではないでしょうか。病に倒れるまで、新選組のために戦い抜いた沖田の行動が、それを物語っているように思います。